たり前が眩しいな。いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。カレーダイニングアジアンは越郡愛荘町にあるカレー専門店だ。オーナーの安春さんが仕込みから完成まで100時間かけて熟成させた魂のこもったカレーを提供している。玉ねぎをね、炒めて甘くしてますので、まあ、そういう関係で胸焼きがしないとか言われるお客さんがおりますので、仕込みは深夜に及ぶことも珍しくない。アジアンの思いはカレーの味を左右する米にも及ぶ。安春さん自らが田植えをし、世話をし、刈り取ったお米を使う。いただいたありがとうメッセージ。いろんなバリエーションのカレーが楽しめるお店です。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。またこれからもどうぞよろしくお願いします。アジアンが思いを込めているのはカレーの味だけではない。店には定休日がなく、辻さん夫妻は正月しか休まない。やっぱ遠方から来られてやっぱり閉まってるというのがやっぱりあると気の毒というのもありますし、うちは飽きたいなと思ってるんですけど。感謝の気持ちは地域にも向けられた。女子のバスケット部の顧問をしているんですが、折々合宿をするときに夜のご飯という形を、場合によっては100人ぐらいの時でも対応いただけますので、女の子屋でちょっと甘いめにしてくださいって言ったらそれも対応していただけますし、また食べたいまた食べたいって言って、で来ていただいた学校の先生はまた来年も来るわな、カレー楽しみにしてるわっていうふうに言っていただけますので、とってもありがたいです。お客をありがたいと心から思う理由があった。15年前、辻さん夫妻は脱サラをしてお店を始めた。戸惑い、迷い、試行錯誤の末に行き着いたカレー。いつも困った時には誰かが手を差し伸べてくれた。一生懸命仕事をしてここへ来るのはそれのご褒美なのよって言ってくれはるお客様がおられるんです。でまた明日から頑張れるわって言って帰っていただけるのがね、やっぱりこれを聞くと私たちもねやっててよかったなって思いますし、もっともっとなんかさせてもらいたいなっていう気持ちが起こってくるんです。例えばこのカレーパンは待っていただくお客への心づくしの一つ。僕は欲張りカレーでたくさんトッピング乗せて食べてます。今日はオムカレー食べたんですけど、卵ふわふわで美味しかったです。もう10年以上前から私だけじゃなくて家族のものがカレーって言ったらここに来て食べて、でこういう風に持ち帰りしてまた家で家族で食べる。ほんま幸せーいう顔して食べてくれやるんだ。だって美味しいもん。お客への感謝の思いを煮込んだカレー、アジアン。会ってくれてありがとう。